はい、今日の動画は、もう緊急ニュースになります、重大ニュースを皆様にお伝えしなきゃいけないというふうに思っております。はい、ちくちゃん。はい、はい、ここはなんかいつもと違うね。いつもと違います。どこですか、ここは。ここは横浜の中華街です。中華街ですね。中華街って言っても皆様なんかいわゆる中華街じゃなくって、中区の山下町って言って、中華街ってなんか4つ門があって、そのうちのこう北門っていうところですね。ちょうどその横浜スタジアムっていうのがあって、そこの近くの建物ですね、ここに先生新しいサロンをね、出すことになりました。ね、まあ、鍼灸院としてやっていくと思うんですけども、ね、妊活の体質改善っていうところをやっていくためのサロンをね、またオープンして、今日はそこでの初めてのこの撮影っていう形になりますですね。しゅうちゃん、この中身ってどう思う？かわいい感じ。かわいい感じ、うん、なんかアンティークな家具とか置いてあってさ、皆さんこれしかも一軒家なんですよ。一軒家で、まあ路面店の一軒家って感じでね、もともとなんと、しゅうちゃん何屋さんだったと思う？わー、何ですか。あ、やっぱ中華街近いから占い。占いで、まあ広さすごくあるんですけどね、もともとなんかカフェみたいな感じだったところを、まあ、今回借りることができて、またね、横浜で2つ目のお店を出すことになりましたですね。まあそういう感じなんですけどね、実はすごいなんか大ニュースがあってですよ。大ニュースがあって、皆様にこれを伝えなきゃいけないかなというふうに思うんですけども、実はですね、先生10円ハゲができてしまいまして ね。そうだったんだ。気づかなかった。目の錯覚かと思ってた。ああ、でももともとほらなんかこの年になってくるとさ、ね、あの頭のてっぺんってちょっと薄めではあるわけなんですけども、でも本当にね、皆さんと違うのハゲができてしまって、しくちゃんとこれできたことある？ないです。ないよね。多分そういうなんか思い悩むタイプではない。違います。ハゲないように思い悩まないようにしてるんです。なるほど。ハゲる感じの感じ、こうなんか。わかりますか皆さん、こうちょうどこのカメラが今映ってるかどうかわかるんですけど、頭頂部に近いちょっと右寄りあたりにハゲができてしまったんですけども、まあね、あのそれにショックで、ちょっとこれ直していく、ね、姿を見せようかなと思うんですけども、こう、まあ、今日どんな動画を撮るかって言いますと、いわゆるこれなんですよ。ストレス、これダメよっていう感じ。しきちゃん、ストレス感じる時ってどんな時ですか？食べ物が食べられない時ってことですか？あ、お腹空いてる時。はい。いや、なるほどね。そういう感じなんですけども、そうなんですよ。これダメだと思うんですけど、本当にストレスっていう形のもので、これはね、やっぱり妊活にもマイナスになります。必ず。ハゲがマイナスになるんじゃなくて、ストレスっていうものを、ちょっと考えてみましょう。ね、ストレスっていうものを考えていただいて、いきましょう。で、今回のパターンでいきますと、こんなパターンになります、ね。まずこう、これってね、この10円ハゲができるぐらいまでなってくるときって、これなんですよ、絶対に。交感神経って、しきちゃん、何だか分かる？交感神経はアップアップしてるやつですね。アップアップしてるって意味が全然分かんないですよ、はい緊張するって感じ、精神的緊張があるって感じ。ね、これでやっぱり新しいお店をこうある種その2つぐらい同時にオープンするって感じで、まあ忙しくてね、忙しくって、交感神経が緊張して、緊張することによって、いわゆる白血球ですね、白血球のうちで好中球っていうのかな、好中球っていう、これがね、どんどん出るんですよ。この交感神経と好中球っていうのが仲良くって、これがね、その、皆さん、ちょっと、妊活での最大のどこは何ですか、しーちゃん。それが酸化。時間の関係で、どんどん書いていきますけども、はい、酸化ストレスっていうもので、悪い菌とかそういうものを退治してくれるシステムなんですね。この好中球ってやつは。で、これがあると基本的に例えば毛根を攻撃しちゃってハゲちゃったりするんで、先生まさにその通りな感じでございますね。皆さんどうですか、ある日急に10円ハゲが出てきたりしたら皆様はどう思いますか？ショックじゃないですか？
こうね、笑って喋ってますけど、ものすごく今ショックで、そこをちょっと直すための算段をいろいろやってるところなんですけども、しきりちゃんにとってどう、ハゲた男ってどういう感じ？ハゲた男ですか、うん、物にもよります。物にもよる、なんか、はい、潔い感じはまあウェルカムです。潔い感じ、なるほど。このあれ10円ハゲを隠してるような男じゃない。そうそう、見てて嫌だですよね。まあ、そんな感じで考えていただきますと、皆さんはもうそのストレスっていうのはケアをしっかりしていただきたいなというふうに思います。ね、忙しい時あります。先生は多分今もう本当にたまたま忙しい時ですね、年に数回来ることがあるわけなんですけども、もうハゲたのは初めて、ね、なんですけども、妊活頑張られてる方っていうのもそれこそもしかしたらその卵子というのがありますよね。卵子というのも当然毛細血管で囲まれておりますので、先ほどの白血球、暴走って言ってもいいですよね。そういう形の状況で何かしらここを攻撃してしまう可能性って十分あると思いませんか。なので、あまりにも精神的ストレスっていうものはやっぱり避けた方がいいかなというふうに思います。ただ、しゅうちゃん、これって精神的ストレスさ、例えばそのなんかムカつくことをやってもイラッと来ない時とイラッと来る時って分かれない。あります。あるよね。そうそうそう。だそういう時って例えばどういう時かってしゅうちゃん思います？ご機嫌のいい時と悪い時。いや、それではそのままだと思うあの医学的に我々は今医療従事者でございますので、どうでしょう、スピちゃん違うのか、ね、満たされてる。違う、いいよ。例えばさ、これ皆さんメモっといてくださいね。筋肉が緊張してる時ですよね。筋肉が緊張してる時っていうのは基本的にその筋房水っていうセンサーが反応しやすくなっている状況なんですよね。なので基本的には交感神経が緊張しやすくなるっていうようなイメージでいてくださいですね。ということはですよ、あの体ガチガチな感じる時ありません？チキちゃん。ありますよね。なんか運動ずっとできなかったとか動けなかったとか、デスクワークずっとやってたとか、パソコンずっとやってたりすると肩とか張ってきますよね。首とか張ってきますよね。腰とか背中とか張ってくる時っていうのは基本的にその筋房水から交感神経の中の良さが炸裂していただいて、高中級というね、攻撃するようなものがこうバーンと上がってしまうっていう形の状況が作られるんだなというふうに思ってますですね。なのでじゃあしきりちゃんどうすればいいの？緩める感じでいいと思いますね。たまに体をメンテナンスね、なんか近くの方、せっかくここね、うちのこのサロンまた一つできましたんでね、まあお誘いするわけでもないんですけどもね、そちらで相談していただいて、このね、まあ体を緩める時間を作るっていうのがありますし、今も本当にそういうリラクゼーション産業っていうのはたくさんあったりしますのでね、うちはまあ妊活専門のって感じなんですけども、街にね、必ずあると思いますので、例えばすごく緊張した時とか、そういうね上手にほぐしてくれる先生みたいなのを探してみるのも一つ手かなというふうに思いますね。とかもう一つね、いらせてもらうと、それこそやっぱり呼吸なんですよ。こういう時って呼吸がすごく浅くなってるので、以前の動画でもやりましたけども、たまにね皆さん思いっきり息を吐いて、吐くための筋肉を使うっていうことは、その呼吸をこの深くするっていうことなんですね、なってきますので、例えば疲れたな、背中が張ってきたなって思った時には、そういうことをしっかりやってもらうっていうのも一つありなのかなというふうに思いますね。今日はなんかこの山下町というね、なんか横浜ってしきちゃんどういうイメージある？横浜ですか。おしゃれな感じ。おしゃれな感じね、あると思うんですけども、そういうところのこのね横浜っていうところの第1本目の動画になりますね。ちょっと事件が起きて、先生がハゲてしまったというところを、そこのねストレスっていうのは良くないんですよっていうところに、まとめさせていただきました。